猫ツアー開幕。すげえシンプルなの来たやん。つかルイージめっちゃカエルみたいやな。はい、ということで行ってみましょう。猫ツアー、猫ツアーなのすごいな。たった今 VS ツアーの結果が届きました。果たして勝利したチームはということで、どっち、勝ったかな。はい、負けました。しかも僅差。俺これ一回も勝ったことないんだけど、これどういうことなの。はぁ、マジ、マジさ、もうさ、これどうにかしてよ、本当に、そろそろさ、負け続いて、ダメ、もう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。さて、そして順位、発表といきましょう。よっしゃ、来たこれ、シェイ、1位来たこれ、じゃあ何にも特殊なアイテムもらえないけど1位来たこれ。あ、でもあれもらえるんだ、ブロンズのミーもらえるんだ。ブロンズのミー、ブロンズのミーもらえるんだよね。ブロンズのミーいいんだよね。来る。よっしゃ、来たこれ。やっとこさ、わざわざ帳尻合わせわざわざ来たんじゃない？やった！ブーメラン、今話題のブーメラン。来たよ、これ。やった。あ、なんかすげえいっぱい来た。はい。はい、ということでね、へそです。今日のマリオカートツアーはこんな感じで、猫ツアー開幕ということでね、やっていければと思いますので、今日はね、何しようかな、今日。まあでもこれ全部あんだよね。いっぱいあるわ。すごい量。まあ無事1位も取れたことだし。まあとりあえずデイリーとワールドということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはデイリーから。レッツゴー。第1戦。デイリーはスーパーファミコンボドーナツ部屋 2R ということでね。行ってみたいと思います。うわ、黒吉。はい。黒吉って何ができるんやったっけ？人を呪うとか、そういうやつ？やばい能力を持ちし者。怖い。ちょっと、早く爆発しなさいよ、その爆弾。いやー、マジで危なかったわ。黒吉が行くよ。あ、ちょっと待って。逆にそれは早く来てほしかった。逆に。来いよ。来れるもんなら来いよ。ほら、こうなるんだぞ。そういうことをしてさ、赤コーラを1位のやつに複数個向けるとかさ、こういう目に遭うんだぞ。シェ。はえ。後ろの変な色のルイージめっちゃはえ。つか、なんでもうあのルイージ持ってるやついいんだよ。おかしくね？あ、こうすると俺の緑コーラから逃げられると思うなよ。カエルイージは俺の緑コーラからは逃れられない。そういう運命だぞ。はい、ゴール、ありがとうございます。まあ幸先いいゴールだったんじゃないかなと思います。じゃあ次行きましょう。はい、ワールド大戦は 3DS キノピオサーキット X ということでね、行ってみたいと思います。はい、今日読み込み異常に早くね。そしてなんかちょっとだけラグいな。この鬼怖いから、キノコを使って一気に差を広げていく。インがっちり固めていこう。痛い。みんなショートカットしていくのね。みんなショートカットしていき、今何、あのでかい人、あのでか者、何、わし最後か。どうしよっかな。差はそこまで離れてないのよね。
シェイ、飛ぶ。2位まで上がってきた。ワンチャン赤コーラでも来ればいけるな。すげえ来るじゃんみんな。いて、俺にも赤コーラ来た。ワンチャン赤コーラでも来ればなとか言ってたら俺にも来た。くそー、やらかしました、やらかしました。どこでミスったのか全くわからないけれども、ただラグいかっただけかな、ちょっとわからんが、こんな感じ。よし、次行こう。よし、第2戦は DS 版ルイージマンション RX ということでね、行ってみたいと思います。ファーファ、はい。すっごい、なんかすごいいい匂いしそうな柔軟剤な感じのやついる。ちょっとこれどっちどっちどっち、こっちこっちでいい。待って、みんなバナナ持ちすぎ、怖い。そんなにバナナ持ってうろうろしないで。あ、待って、俺のアイテム今一個もなかった、俺のアイテム一個もなかった今。聞いてる、怖い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 ってば。入ってばそんな光ったまま近寄ってくるんじゃねえ。こうグニャグニャしてるな、このコースも。しゃ、現在4位。あ、まじ、俺のトゲコーラが破壊されましたが、私のトゲコーラ何者かによって破壊されましたね。そして破壊された上にバナナまで取られたけど、バナナ取る必要なくない？ふふ。バナナ取る必要なくない？ふふ。いやー、ちょっと。あー、ちょ、暴れすぎ。みんなどんだけ暴れるの？暴れ放題か、マジでよ。マジでよ。もうさ、放題と放題かけてるわけじゃねえ。あー、うぜ。あー、うぜ。いい加減うぜ。いい加減にうぜ。なんじゃこれ、なんでこんなさ、お化けだらけのところをさ、こんなか弱いキノピコ一匹で、行かなければいけないの、このゲーム。どういうゲームなんだ、これは本当に。もう、なんなんだよ、おめえはさっきからよ。おめえはさっきからマジでなんなんだ。マジふざけんなだわ。なんなのこのゲームは。ほんと、これなんていうゲーム？マジ本当に。次行きます。はい、ということで、最終戦は RMX チョコレート版 RX ということでね、行ってみたいと思います。今日早くね？はい。このなんか読み込むの早いよね、今日以上に。そしてこの久々登場、白吉で一気に1位をもぎ取る。怖いと思ったんだ私、今怖いなと思ったんだ。あんな赤いやつがさ、うろちょろしてるってさ、怖いよね普通に考えて。待って、痛い。何の攻撃だ今、マジで何の攻撃だ本当に。いや、うぜえマジ。さっきからあの白吉なんなん、あの白吉なんか俺に恨みでもあるな。さては俺に恨みありだな、あいつ。あいつ絶対俺に恨みありだな。すごい、もはやなんか、俺誰か殺したことないよね本当に。あの、なんかもうなんか親の敵レベルの年根を感じるぞあいつ。やばくない？親の敵レベルの年根でなければあの1試合に2回も同じやつをあの必要にクラッシュさせるなんていう病気みたいな行動には出ないと思うのだが、どうだろうか。みんなそこんとこどう思う。やばインが開いちゃったし、いや3回やるってのやばい、やばいよ。もはやなんかもう国を追われたレベルだよ。そんなの国を追われたレベルのあの滞在を犯したやつにしかやらないよそんなの。はい、ということで、いや、マジか。え、どういうことこれ。3連戦もやって1勝もできないって、これ大丈夫なのこれ。いや、違うわ。白吉、どっちがどっちかわからないわ。どっちかにやられた、確実に。あー、ショックだわー。ということでね、猫ツアー、最低な滑り出しなんだけど、
猫ツアー最低で滑り出しなんだけど、これからですね、猫ツアーどんどん盛り上げていけるようにっていうかさ、まずさ、これ、今回さ、スーパーウィン3連勝を目指せなのにさ、1勝もできないっていう、この地獄、何なんだろうかっていうところですが、今回、この後もね、負けずに頑張りたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。この動画が気に入ってくれた人は、ぜひですね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてですね、動画の拡散もぜひご協力いただければと思いますよ。明日も頑張ろう、明日も頑張ろうは俺か。明日も見に来てください。頑張るので。それではまた。